それじゃあルールを説明するわね。冥界では存在が魂だから肉体が朽ちてもすぐに回復するの。その原理を利用して、六冥王選挙は、相手を絶命させるまで戦うのが決まりとなってるわ。なるほど、どっちかが身動きが取れなくなるまでってことか。確かに生半可に生かすより、やりやすいな。よし、なら俺も遠慮はしないぞ、ゴーキ。当たり前だ、肉体が転んでも大丈夫なら遠慮する必要なんてないだろ。じゃあ、いつでも始めてちょうだい。巨大化せよ。ほ、厄介だな。俺の重量を操る能力とこの剣、変幻自在の黒炎剣、この最高の相棒がいれば俺は大丈夫。収集せよ。俺の敵ばかり本気出すぞ。全力できたか。大樹皮特化タイプで戦闘力は7万近く。油断したら即持っていかれる。油断はしない。はっきり言って、あいつの能力は全く怖くない。怖いのはせいぜいあの剣くらいだ。つまり手元が緩むくらい、相手を翻弄すれば俺の勝機も見えてくる。業務はどっちが勝つと思う？私は今体術方面で有利なゴーキさんだと思います。道影さんは武器使いは本当に素晴らしいですが、実は私の方が上なんです。つまり道影さんは武器の特性をうまく利用する以外で勝つ方法がないって思ってるのね。はい、ゴーキさんが体術方面で道影さんを翻弄すればおそらくゴーキさんの勝ちです。そう、私は道影くんが勝つと思うんだよね。おそらくゴーキくんがどの方法で攻めても道影くんが勝つ。まさか。この勝負が始まった時点で道影くんが勝つって確信してたわ。そこまでですか。さて、行くぞ。11の1。一撃。道影くんはあの何十トンという重さの体剣をナイフのように軽く振り回せるの。体術なんか関係なく強いと思わない？業務や修羅が何千年かけてもあんなものをナイフ感覚で振り回せないわよ。それに加えた剣術、確かに強い。終わりだな。遠慮なく殺せる。だからこそ道影くんの強力だった力は今開花されたの。この冥界で彼ほど相性のいい人間はいない。あの武器とあの能力と技術があれば、他の六冥王候補にも十分引けを取らないわ。ゆゆこ様、まったく鬼での平気なんですね。とりあえず私の推薦者は決まったから永気のところに行ってくるわね。二人を白玉楼の客間まで案内してあげて。二人で、あのまま二つ豪気さんを運ぶんですか？あの、六名王第一王、煉獄、推薦者の名簿と、一般参加者の名簿を集計しました。はい、初第一王のお務めご苦労様。はい、あとはカンペなしで言えたら問題ないんだけどね。安元様も人が悪いですよ。安元は結局第三王にとどまったの。うん、私みたいな子さんが出しゃばっても仕方ないからね。第二王は先決ちゃんに譲ったよ。絶対に第三王だけは譲らないわよね、安元って。そりゃあ、冥界の魂と楽しくお話できる楽な。じゃない、私向きな役職だからね。いやいや、隠さなくてもいいですよ。あれを楽と思えるのは安元様くらいなので。私としても第三王でいてくれるなら喜んでその役職を与えますよ。とりあえず、六名王推薦者二名は、前回に引き続き、カムイと、新規の悪魔族、ハレンの二人目。カムイは私のマナ弟子なんですよ。この5年間鍛えたので今度こそ間違いありません。カムイちゃんは煉獄ちゃんの強い推薦だったから、第一王特権っていうことで、六名王全員許可したんだよね。まあ、実力もあるし、実績もあるから私としても文句はないわね。あと、ハレンちゃんは最近冥界に来た子なんだけど、話してみたらすっごくいい子でね。実力も申し分ないし、私からついつい推薦しちゃった。安元様の意見ってなんであーも抵抗なく即 OK もらえるのかな。年の功でしょうね。本人は自覚はないけど、六名王の中での立ち位置は第一王より上だからなー、この人。あら、煉獄とアンちゃんじゃない。ゆゆちゃん奇遇だね。どうしたの？私のところの推薦者が決まったから報告に来たのよ。へえ、今回は誰にしたの？夜桜、道影。ついさっき冥界に送った彼か。生前の運があってね、実力も申し分ないし、ぜひ推薦したかったの。でも彼は六名王と比べて、少々頼りないのでは。オーラなしの基礎戦闘力で11万。霊波動を覚えたら、あなたを超える素質を持ってるわ。きついところを。どんまい、煉獄ちゃん。いいわよね、基礎25万、オーラで75万まで上げて、霊波動で750万っていう。あの絶ですら叶わない才能の持ち主は。とりあえずゆゆ子が決めたなら文句はないわ。これで4人の推薦者が揃ったわね。あとは、一般枠から8名を選んで、12人によるトーナメント戦を行う。
英気様が提案した内容通りですね。その日2連続で試合を行い、最後に残ったものを新六名王、第六王として迎える。連続か、過酷だね。一戦で力を使い果たしたら、次の試合では自利品となってしまう。ただ強いだけでは勝ち上がれないようになってるってことだね。霊波動も一度の使用で大幅な体力消費があるから、連発もできない、これはなかなかシビアね。私が欲しいのは強くて、賢いものです。ただ強いだけの人など必要ありません。本当の強さとは実力と広い視野で物事を考えれる頭脳、これらを持ち合わせて、やっと私の理想の強者が生まれるのです。それじゃあ明後日からすぐに一般採用枠の試験を実施いたしますね。準備は任せたわ。とりあえずこれを明日までしていればおそらく元通りになると思いますよ。フォーファ、フォンにしる。いやぁ、悪いな。実際初めて対人で使ってみたけど、まさかあそこまでスパッと切れるとはな。ぶっ殺すぞ。まあまあ、落ち着いて落ち着いて、動いたらまた崩れますよ。今回は負けたが、次はハフ。まあ、まずは直せよ。下半身と上半身が別の生き物になってるぜ。失礼する、ゆゆこ様はいるか？シュラ様、今ゆゆこ様は出ています。そうか、いや、今通達が来て明後日から一般採用枠の試験が始まるらしいから詳細を聞きに来たんだが。ああ、今ゆゆこ様は英気様のところに推薦者を伝えに行ったから。なるほど、だからいきなり募集が終わったんだな。それでゆゆこ様の推薦者は誰に決まったんだ？俺だ。お前がゆゆこ様の推薦者か。どうかしましたか、シュラ様。ヤシャマル、お前、霊波動は習得してるのか。俺だって、冥界に来て、まだ一日も経ってないんだぜ。無理に決まってるだろ。それで推薦枠か。ちょっとそれではフェアじゃないな。フェアじゃない？大抵推薦者は霊波動は最低限習得しているだろう。それでお前が霊波動を使えないとなれば、選挙戦では圧倒的不利になる。切り札がないからな。そうか。明後日から3日かけて、一般採用枠を8名決める。つまり本戦まで今から5日間はある。勝つ気があるなら、今から霊波動を教えてやるがどうする？ちなみに私もシュラ様から霊波動は教わりました。どれくらい時間かかったんだ？私は1週間です。7日間かかってるのか。ヨウムはもともと半人半霊、素質は十分高かった。そもそも霊波動は普通に習得するにも数年はかかる代物だ。運次第になるがどうする？やらないとどうせ勝てないんだ。どうせやることもないし、その話、乗った？俺ほファンファするぜ。合気は一般もあるからな、大変だぞ。負けっぱなしで終わってハマるさよ。一人も二人も変わらん、いいだろう。今からみっちりと霊波動について叩き込んでやるからな。ヨウム、時間があるなら手伝え。わかりました。さあ、時間はない。早速始めるぞ。おお、死んでしまうとは情けない。いやいや、死んだメンバーが6名王選挙に出ると聞いて、ここまで危険を承知できてみたんだよ。まあ、喪失になるなって、勝算はあるんだろう。お前から見たら大抵の敵はそうだろ。そういえば2ヶ月前くらいにカトガが死んだんだがこっちであったか。そうらしいな。とりあえず団長から伝言だ。6名王になれば組織に戻ってきてもいい。まだお前らの席は一つ残っている。戻る気があるならぜひ6名王になってくれ。元ナンバー8。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。
次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。